私が持っているこの素有が天のものであるかサタンのものであるか、それをはっきり知らなければなりません。大変な父の国を救うために、特別精製のこもった献金を捧げることになりました。自分の土地を売ってでも父の国を助ける、そのものは神の国において福を受けるものとなるであろう。楽しめいよ話すまで、楽しめいよ話すまで、ハレルヤ。自分の所有権の内容、これは自分の名前である、もう自動車から、もう家、ビルディング、そしてもう田んぼ、畑、もうすべてのものを全部書きなさい。わかりました。はい。大きく答えてください。わかりました。はい。それで言うと、民事が4件ということですけれども、まあ、いわゆる過度な献金というのは、必ずしもその裁判にならない部分もあると思うんですけれども、その現段階でその過度の献金というのが2009年以降どのくらい件数あるいは額としてあったと考えているのでしょうか。まあ、それはちょっとわからないですね。やはり、まあ、あるいは例えば確かにクレーム的なことになった時に、まずは現場で話し合いが行われるので、まあ、その全てを私どもが把握しているわけではありませんので、